しょ。で、ですね、はい、あ、バッテリーが撮影をしております。こちらが YouTube で撮影しております。9時6分でございます。ちょっと配信遅れました。この雷マークってなんだ。お、はじめまして、ノーリーさん、はじめまして。本日から始めました、監督と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。また来てください。よし、よいしょ、いてよし投げるぞ、主投げるぞ。なんですか、いきなり。おーきゃきゃ、おーきゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日で1ヶ月でございます。一応カメラが2つあるのでちょっと変わっちゃったんですけど、新千歳空港。お、ゆうちゃんさん、こんばんはです。お、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、唯一残ってた5等分の羽根。俺は死にたい。きたラストはもう来なかったな。まあいいや。ではでは、ありがとうございます。お疲れ様です。終了、ありがとうございます。お疲れです。よし、よいしょ、よいしょ。おお、タックタックタック、でかい、でかいぜ。そして窓を開けると、おお、大絶景。そして下は映画のロケーションに使いたい屋上的なもの。そしてそこには歩いている人が、あ、ここは中島公園。なるほど。はい、ということでですね、ポコちゃん1ヶ月頑張ったという自分のご褒美、ハイクラスホテル、クーポン3000円使ったので、実質、まあ、9000円なんですけども、7000円ぐらいで、7000円、違う、6000円ちょっとで、こちらの部屋を借りることができました。こんな感じのお部屋でございます。では、早速ですと、ルームツアーを行きたいと思います。まずは、こちらですね、はい。こう、ここに行きますね。で、ドアを開けるときも、あ、これは、これは、部屋を掃除し清掃してください。起こさないでください。ああ、なるほど。お、磁石。おお、すげえ。すごいぞ。電気。そして、避難経路は、こっちとこっちですね。了解です。そして、このまま下がっていきます。あれです、あれあれ。シャイニングっていうホラー映画。ここは、おそらく掃除ルーム。おお、なるほど、なるほど。アロマのやつが入っておりまして、スリッパも入っている。そして、ここは、全身鏡。でかいです。はい。ありがとうございます。でここがですね、シャワー室ですかね。ガチャリンコ、ガチャリンコ、ほう、あ、そんなに大きくないですね。前回のシャワールームよりかは広いですね。まあ冬って結構暖房費高いんです。というわけでお手入れチェックいきますね。はい、 OK です。そしてドライヤー、パナソニック製のドライヤーに、トイレットペーパーに、なんかいろいろと、あとコップと、はい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 、タオルですね。
これはなんだ、これ顔拭きタオルか。風呂場でかいですね。今日はですね、なんとあの粉を買ってきたので、あ、バスタオルがありました。まあ2つあるんですけども、1つしか使いませんと。まあでも2回入るから使うのかな。はい、そしてここに行くとオシャンティーなランプがあって、おお、なんだこれ。コンセントに、これは、あ、目覚まし鳴らせる。なるほど、最新ですね。エントランス、あ、これデスク、ベッド、え、なんだこれ、なんだこれ、え、なんか電話じゃないよね。お、お、あー、ここも、ここ、ここ、これを押すと、つく。で、デスクは？デスクどこ、デスクどこ、あ、ここですね。はい、はい、はい。おー、手元でできるという便利さ。そして、これはベッド、ベッドは？おお、こういうつまみなんですけども、ここを見ると、ぶわー、ぶわー、ぶわー、うーわ。そして、なんかわけのわからない、アーティスティックな、葉っぱ。はい、ありがとうございます。そして今回特注にデカサイズのなんかダブルベッドに憧れておりまして、こんな形ででかいベッドでございます。そしてこれ、あー、これ前回のホテルでつかなかったんですけど、今回はつくのでしょうか。そしてここなんですけども、電球が入ってるんですけども、なんかつかないんですよね。え、なんかこれ裏技あんのか。これは足踏むタイプですか。おー、ちゃんとつきます。ありがとうございます。あ、これいいな。足で踏めるのいいな。これ買いたい。この白いカーテンと、あとは、あ、高そうな。サラサラしてて、こっちは網目状になっておりますね。いや、高いですよ、これは。高いですね。はい。あ、これ、これホームページにあったやつな。ホームページにあったやつ。さあ、はい。というわけで、どうぞ見てください。中島公園の風景を、こちら、絶景でございます。ありがとうございます。続きまして、こちらでございますね。シャープ製のテレビ、IC32SC1 ついておりまして、リモコン。さらに、基本的なテレビは全て見れますと。リモコン操作ガイドも、ラミネート加工されておりますね。で、ここで、カウンターじゃなくて、なんか呼ぶとき。おー、そして、革製の、オシャンティーなメモ帳。お、しかもこのホテル名がプレミアムホテル。電話番号と、あとモーニングコール。あ、モーニングコールも予約できるのか。ルームサービスといろいろできると。はぁ、あ。で、なんだこれは。かっこいいガジェット来ましたよ。これは何でしょうか。多分、これを上げて、これを押す。おぉ。あ、結構明るいですね。シャープの SQLD220 というタイプですね。あ、いいですね。うん、高いですね。いや、S はやらないですけど。S って言えばいいんですかね。ベッドメイク不要です。タオル類は交換します。で、注意喚起ですね。で、ティッシュ、アルコール除菌と、お水が2つあります。ありがとうございます。これ持って帰っていいのかな？飲まなかったので、ゴミ箱。お、重たい。わー、重たいっすよ。なんだこれ。めっちゃ重たい。重たいゴミ箱です。そして、椅子は、あー、椅子ですね、これはね。あー、クッション性が最高でございます。わかりますかね？この感じ。クッション性が、跳ねます。で、これは？これなんだこれ？え、なんだこれ？え？東芝のなんかわかんない。なんだこれは？開けたらピーピーって言いそうだからやめとこう。なんかわかんないけど、多分ライトかな？で、電源のコンセントが入っておりまして、ここになんか入ってるぞ。はい。おお、こちら！プレミアムホテル。なんかハリーポッターっぽいな。はい。そしてこれを開くと、施設のご案内。なるほど。これで、約款利用規約等が、無料送迎バス、お土産。あ、食べたいですね。そんな感じでございました。はい、まだあります。はい。あー、前回のホテルにもあったあったあった。コーヒー好きには嬉しいですね。あったかい飲み物用のプレミアムホテル。ここ限定のですね。と、奥にコップがありますね。コップも？あー、結構重たいですね。100円じゃないです、絶対。そして、まあ、肝心な飲み物だよね。これは多分緑茶かな。ここはコーヒーが良かった。あ、全茶でした。全茶のパックが4回分飲みます。そしてポット。これは普通のポットですね。これは海外製ですね。ド、ドゥ、ロリティック。ありがとうございます。そして、ここは開くのか。お、開いた。おお、来たー、冷蔵庫。どういったっけな、これ。お、開いた。おお、冷蔵ですね。ちょっとこれ飲み物入れときたいと思います。はい。というわけで、普段食べているものとは比べ物にならないほど。